時刻は11時20分になりました。毎朝8時からお送りしています。柿き穴正しあなたとハッピーです。水曜日は森永卓郎さんとお送りしておりまして、はい、まあいつものように変えられました。ちょっと揺れてますね。今揺れてますね、えー。今少し有楽町のスタジオで揺れを感じました。はいえー、11時20分。今ラジオきのあなたの地域はどうでしょうか。 多分これ微妙な、あ、やっぱ震度計出ました。日本放送の震度計は1を記録しています。え、有楽町にある日本放送の震度計は1を記録しています。えー、それが今 2, 2>, 2になりました。あの、なんか最初、この4階のスタジオでまさにこうコーナーというかね、メールを読もうという時に、ガタガタガタって軽く来て、うん、なんか、あらあれ でも、なんか本当に冗談じゃなく一瞬自分で、自分のお腹で机を押したかなっていうぐらいの感じの揺れ方に感じたんですよ。<laughs> はい、でもそれがドドド,ドって今度下から来たので、あ、これは揺れてるな、自信自信ね、地震だなというふうに思ったんですが、はい ま、有楽町にある日本放送の震度計は2を記録していますが、まあ、これ地震の、まあ、震度というのはもちろん震源地によってね、揺れ方、感じ方、全然違います。はい、深さによっても違います。は,ねはい、はい。えー、これ地震が今ありましたので、この地震に関する情報、入り次第お伝えしますが、はい、まあ森永拓郎さんの改革案をちょっと読んでる場合ではないなという感じで、<laughs> 確かにそうです、ね。ま、森永さん自身もそ改革案いろいろ読んでもあんまり気にしているタイプでもないので、ちょっと今ここでちょっとご紹介一回、ま、あ 待ちます。はい、ね時刻は11時22分になりました。はい、先ほど2分ほど前に有楽町、日本放送のある有楽町で揺れを感じました。日本放送の震度計は今、震度2を記録していますが、ラジオをお聞きのあなたの地域はどうでしょうか。ちょうどこの時間だとね、まあ、そ,ねそろそろお昼の支度という方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょっと気をつけてくださいね。そうですねツイッターでもでも、ねはいえー、お腹が空いたので帰りますさ、うん、最近 地震多いねというツイートもありますしす、ねはい、千葉のレイブン・クロウさんは微妙な揺れだな、うん、揺れた感じだなということですねもう今はここ揺れてまよね正直なんかこう一回揺れた後に長く続いたわけでもないんですよね、うん、そうなんですよねだからあんまりそう味ではなんか大きな地震がこれからあるぞというような危機感を持った揺れではないんですけれど えーまあ、そうは言ってもそうは言ってもですね、はい、本当に新しい、まあ最新の情報、正確な情報が入らないとわからないんですがえ、何度も言いますけども、震源地が海だったら、まあ、 津波の心配があったりとかですね。はい、あとは、まあ、あの、震源の深さによっても、地域によっても揺れ方が全然違うと思います。うん、有楽町にある日本放送の震度計は今、震度2を記録しています。えー、ツイッターで、美光類さんがラジオを聞いていたら、活気が揺れてると言った後に揺れ始めました横浜ですと。はい。はい。 情報が今入ってきました。えー、11時20分ごろ地震による強い揺れを感じましたと。震度3が茨城県の北部、南部、栃木県の南部、埼玉県の北部と南部、千葉県の北西部。 ここまでですね、震源地とその他詳しいことはまだ入ってきていませんが、震度3を観測したところがあるということですね。ということは、最新情報では最大震度はまあ 3, 3ということですね,ですね、はい。今のところそうですね。はい、また次の秋ま,、ね、また新しい情報。有楽町の 日本放送の震度計は震度2なんですけれど、はい、茨城や栃木の方では震度3という情報があります。はい、震源地が茨城県の南部で、震源の深さがおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されるということで、この地震による津波の心配はありません。うん、え今日、先ほど11時23分、 あ、十一時二十分頃地震がありました。ねうん、震源地は茨城県の南部で、震源の深さはおよそ五十キロ。地震の規模を示すマグニチュードは四点三と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震源は茨城県の南部ですね。はい、震度三を観測したのが茨城県の北部と南部、栃木県の南部、埼玉県の北部と南部、千葉県の北西部ということです。 はい。ということで、とりあえず地震による津波の心配はないということでした。はい、また何か動きがありましたら新しい情報入り次第お伝えします。